コイン中は2015年7月20日から9月14日まで毎週月曜日21時から21時54分に富士テレビ系月九9枠で放送された日本のテレビドラマである。主演は福士壮太、桑村さやか脚本によるオリジナル作品である。プロデューサーの藤野良太は日本の人口構造上の問題もあり、 昨今のドラマの多くが高い年齢層をターゲットにしている中で、このドラマはあえて若い視聴者が熱狂できるようなラブストーリーを作りたいと思ったと述べ、また若い層を狙っていかないとテレビドラマが終わってしまうとも語っている。作品の舞台のうち主人公たちが生まれ育った場所として、同年3月14日に北陸新幹線が開業したばかりの富山県が設定され、第1話及び、 最終話の収録において、み水市などを中心に、富山県内でロケが行われた。また、富山県の交通会社である、富山地方鉄道の路線バスの後方に、本作の広告がラッピングされたバスが、放送期間限定で運行された。2008年、富山で育った、高校3年生の幼馴染、三浦葵と、芹沢あかり。ある日、葵たちのクラスに、 東京から青井翔太が転校し、それ以来二人の中にも変化が訪れる。大学受験を控え、あかりと離れ離れになってしまうことを心配した青井は、あかりを花火大会に誘う決意をする。ところが、その花火大会の翌日に、青井の知り合いで、あかりの父親、広戸氏の造船所が、多額の借金を背負って倒産したことであかりと共に、夜逃げしたことを知らされる。 それから7年後の2015年7月、建築設計事務所のアシスタントになった葵は医者になった翔太と再会し、レストランに誘われる。そのレストランに向かった葵は、翔太に会わせたい人がいると言われ、ある女性を紹介される。それは葵たちの前から突如姿を消し、翔太と付き合っている明かりだった。ありがとうございます。